にちは。ハンドメイド作家のルピナスです。今回は男女兼用で身につけられるブローチの作り方をご紹介したいと思います。レッスン動画ではありませんので、最後までご視聴いただけます。それではどうぞ。使用する道具はこちらになります。その詳しい作り方は概要欄ファンティストよりご視聴いただけます。ぜひそちらも参考にしてみてください。ベースはブラックのジェルを2度塗りしていきます。2度塗りが終わりました。次にレジン液を薄く広げます。パープルのシェルから置いていきます。重ならないようにランダムに置いていきます。次にナチュラルなシェルも置いていきます。ナチュラルなシェルは少し大きめのものを選ぶとバランスが取れます。隙間をシェルで埋めていきます。隙間の間隔も等間隔になるように調整をしてください。硬化をする前に端にはみ出ていないか確認してから硬化をしてください。硬化をしている間にラメ汁をパレットに出しておきます。細筆でラメを隙間に埋めていきます。黒の上を塗るのではなくてシェルを囲むように形に沿って描いていきます。ここはきっちり描きすぎずに少し雑なぐらいがちょうどいいと思います。最後にレジン液でぷっくりと盛ります。汁から気泡が出やすいので大きいものは取り除いておいてください。汁のとんがりが少し気になるので削りたいと思います。ネイルファイルで削っていきます。表面が尖っていると危ないので、つるっと丸みのあるブローチにしていきます。でこぼこしているところも全体的に研磨していきます。再度レジン液で薄くコーティングをします。
でブローチの完成です。金具の付け方はピアスと同じになります。付け方は概要欄ファンテストよりご視聴いただけます。ぜひそちらも参考にしてみてください。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。インスタグラムもしているのでぜひ遊びに来てください。